フランスと日本の文化をつなぎ発信しているパリ日本文化会館。異なる文化と文化が出会うとき、世界を変える新しい発想が生まれる。今から150年以上前、そんな出会いの象徴となる出来事がありました。2024年に日本の最高額紙幣の顔となる渋沢栄一とパリとの出会いです。将軍の世から明治新政権に変わる激動の時代、500近い企業の設立に携わり、日本資本主義の父と言われる渋沢栄一。その原点は1867年に開催されたパリ万博で徳川幕府の使節団に選ばれたことにあります。パリとの出会いが、なければですね、その後の渋沢栄一はなかったと言っても過言ではないと思いますね。今世界中で求められている持続可能な経済にもつながる渋沢栄一のパリ体験を一緒にたどってみましょう。渋沢栄一は埼玉県深谷市で養蚕や藍染めなどを営む農家の息子に生まれました。当時の日本は江戸時代の末期、4隻の黒船で来航したアメリカやイギリス、フランス、ロシアなどが次々と開国と貿易を要求していた時代でした。当初開国に反対していた渋沢栄一は数奇な運命をたどり武士となります。最後の将軍徳川慶喜の家臣となったのです。幼い頃から藍を各地に売り歩くなど商才のあった渋沢は財政改革で成果を出しました。その功績が認められ慶喜の弟昭武が団長を務めるパリ万博の使節団に庶務会計担当として選ばれます。1867年1月横浜を出港した一行は当時運河を掘削中だったスエズで鉄道に乗り換え4月にフランスマルセイユに到着します。マルセイユで渋沢たちを出迎えてくれたのがポール・フリュリ・エラールという銀行家です。中仏日本名誉総領事を務めるフリュリ・エラールはこの時31歳。一方画家のクロード・モネと同じ年に生まれた渋沢栄一は当時27歳。若い二人の出会いが後に日本の近代経済を作り上げていく大きな原動力になるのです。パリに到着した徳川昭武の一行は日本とは比べ物にならない文明の発展に驚きます。最初に滞在したのは当時は建設中だったオペラ座近くのグランドホテルです。6月、渋沢栄一はついにパリ万博を視察します。ナポレオン3世が開催した1867年のパリ万国博覧会、会場はセーヌ河畔の元練兵場、後にエッフェル塔が建てられたシャンドマルスに楕円形の巨大なパビリオンが作られました。世界42カ国が最先端の物品や自国の文化などを展示、出品者数は5万を超え1500万人が来場しました。フランスの人々は日本から出品された美術工芸品の見事さに圧倒されました。後のジャポニスムにつながる日本文化との初めての出会いでした。
一方渋沢栄一はエレベーターや蒸気機関など西洋文明の力に驚きました。当時のフランスはナポレオン3世の統治下、彼が信奉するサンシモン主義と呼ばれる産業による経済発展の理想が掲げられた時代でした。フランス文学者の鹿島茂さん、サンシモン主義と渋沢栄一について研究しています。サンシモン主義っていうのは何か物を作ったり商業に関わってる実業に関わる人間だけが大切なんで、生産をしない人、役人とか王様とか貴族とか官僚とかそういうのは、あんまりいらない。そういう人たちが社会支配してるけれども、本当は実業に関わってる人が支配すべき社会だという、そういう考え方で、ただ生産というものが中心になるんだけども、ただし生産だけでは世の中動いていかないんで、一番大切なのは流通、サーキュレーションであるという思想なんですね。それは人、物、金、それからもう一つはアイデアを動かすための万国博覧会、これを言い出したのがサンシモン主義者なんですね。万博の褒章授与式で産業皇帝と呼ばれたナポレオン三世はこう演説しています。一見物質的な利益しか目的のないように思えるこの万博には、実は一つの思想がある。世界の国々はこうして一箇所に集まることで、お互いを知り合い評価するようになり、憎しみを忘れるだろう。一つの国の繁栄が全ての国の繁栄に貢献するという真実が確かなものになりつつある。後に渋沢栄一はこの演説に感銘を受けたと記しています。ナポレオン三世の大起演を親しく聞くことができた。その論旨といい、弁舌といい、態度といい、実に堂々たるもので、かつその抱負の一端を知ることができた。どうしたら日本もこのような豊かさを生み出すことができるのか。渋沢栄一がパリでフリュリエラールから学んだのは、民間の力を結集する銀行や株式市場の仕組みでした。渋沢栄一の夜叉語でコモンズ投信会長の渋沢健さん、銀行という存在を初めてそこで知りました。まあ、多くの その預金者からお金が集まってきて、でそのお金を大きなまたその事業に使うっていう、そういうことですね。でそれがその後、渋沢栄一が日本に帰国して、で1873年に日本 その新しい存在である銀行を立ち上げたんです。でその銀行というのは、それまで日本人が見たこともなかったスタートアップだったんですね。渋沢栄一が使った例えがありまして、一滴一滴の雫がより集めればそれが大河になる。一滴一滴の雫であまりこう力がないけれども、それが銀行に集まってきて、でそれが流れ始めると大河になる。でそうすればそこには力があって、その社会の発展をその動かすことができるっていう、そのような考え、それに気づいたんですね。渋沢栄一は自らも実際にフランスの公債を買ったり、鉄道の株式や債券に投資しました。帰国する際には当時の金額で500円から600円に上る十分な利益を生んだといいます。誰でも参加できる株式投資などによって巨大な鉄道網が実現していくことを実感しただけでなく、その利益の分け前に預かるという貴重な経験をしたのです。実は渋沢栄一はパリに来る途上の鉄道の旅でスエズ運河の掘削工事を目撃し、強い感銘を受けていました。これほどの大工事を行っていたのが
国家ではなく一民間企業だったからです。フランスの会社がスエズ運河掘削を計画。テントが多く張られ土砂を運ぶ妊婦を見る。西洋人が一個人のためだけでなく国家を超越して世界全人類の利益を図るため、核も大規模で目標の高い計画を実行する点に感服する。本当に多分もうびっくりしたと思うんですよね。公益ですね、一事業のためではなくて、みんなのためにそれをやってるっていうことになりますと、それは、お国の仕事だなっていうのが多分普通の、特に当時の感覚だったと思うんですけども、だけどそれが民間の、目線でもですね、その国家繁栄のことを考えて資本を出し合って、でそしてそれで、その大きな事業を成し遂げることができる。渋沢栄一が目覚めたその資本主義というのは、その一部の人たち、いわゆるその資本家だけのための存在ではなくてですね、一滴一滴の雫がより集まり、そして今日よりも良い明日を築く大きな大河を作ることができるっていうことですよね。でこれを今の言葉で表現すると、これは一つ一つの一滴一滴の元っていうのはステークホルダーだと思うんです。ですから、日本の資本主義の原点にはそのようなステークホルダーキャピタリズムがあったっていうことが言えると思うんですね。日本に帰国した渋沢栄一は大蔵省で近代日本の経済制度の根幹を整えた後、33歳で官僚を辞めます。以後民間人として500近い企業の設立に関わりました。第一国立銀行の頭取を務めたほか、損保ジャパンなど日本初の損害保険会社、日本製鉄に代表される鉄鋼やセメント会社、紡績会社、商社やビール会社まで幅広い分野に及びます。私の事業上の見解としては、一人の個人に利益がある仕事よりも多く社会に利益のあるものでなければならないと思う。元来人がこの世に生まれてきた以上は、自分のためのみならず必ず何か世のためになるべきことをなすの義務があるものと世は信ずる。もう一つ、渋沢栄一の心に深く刻まれたパリでの体験があります。それはナポレオン一世の墓であるアンバリット廃兵院を訪ねた時のことです。壮麗な霊廟にも驚きましたが、渋沢栄一が目を向けたのは、その傍らに設置された傷病兵を政府が治療し療養させる施設でした。墳墓の傍らに数棟の家屋あり、その家屋に身を寄せるのは戦争の際に重傷を受けた人だ。門番をする者の多くは戦争で手を怪我した人々のようだ。フランスの社会保障システムに感銘を受けた渋沢栄一。一人一人の命を重んじ、福祉制度を整えることで、むしろ安心して国家に貢献し、経済を豊かにできることに気づきました。後に渋沢栄一は、自らも貧しい人々のための養育院という施設を運営、長年理事長として福祉の充実に努めました。そして単に保護するだけでなく、子どもたちに教育を行ったり、新たな仕事を生み出すなど、持続可能なシステムを構築しています。人道や経済の面から弱者を救うのは必然のことであるが、なるべく
直接保護を避けて防貧の方法を講じたい。渋沢栄一は生涯で600以上の団体に関わり、教育や福祉に力を注ぎました。こうした発想の源もまたパリでの体験にあったのです。渋沢栄一はパリの街を歩いてですね、やっぱり全てが豊かではなくて、そういう弱者を見たっていうことは目にしたと思うんです。ですけど、その社会が豊かになるっていうことは、一部の人たちが、そこでこう、利益を得てですね、で裕福になったとしても、他がこう取り残されているようなことであれば、それはその本人のそのですね、そのごく一部の人たちの幸せにも永続しないっていうことを渋沢栄一言ってたんですね。社会のどのような立場であったとしても、仮にこう、弱者と言われる人たちであったとしても、自分が与えられている、才能、能力、可能性を、フルに生かして、社会に参画できる、それがフェアな、公正な社会である、結果は同じにならないかもしれないけれども、機会は平等である。2015年に国連が定めた人類共通の目標 SDGs、 誰一人取り残さないというその理念は、渋沢栄一の思想と響き合うものだといいます。今私たちが暮らす世界は、行き過ぎた株主市場主義の資本主義が格差の拡大や深刻な気候危機を招き、大きな問題となっています。渋沢栄一は、道徳と経済は両立するという道徳経済合一説を強く打ち出しました。その思想は今、ステークホルダー資本主義、エシカル資本主義として世界の経済界でも注目されています。渋沢栄一が言いたかったことを今の言葉で表現すると、それはサスティナビリティ、持続可能性だと思うんですね。インクルージョン、インクルーシブな社会によって、サスティナブルな社会がある。それが渋沢栄一が、今から100年150年ぐらい前に、当時の言葉の文脈ですけど、そういうことを言ってたんじゃないかなと私は思ってます。渋沢栄一の貴重な肉声が残されています。国家はその信任さえ富むなれば、道徳は欠けても真理は行われずとも良いとは誰も言いいまいと思う。こう考えてみますと、今日私も老後主義の道徳経済合一説も、他日世の中に普及して社会をしてここに居続けるようになるであろうと行く次を期待するのであります。日本のお札の顔となる渋沢栄一とパリとの数奇な出会い。かつて渋沢栄一が訪れた万博会場のシャンドマルスに近いセーヌ河畔にパリ日本文化会館はあります。渋沢栄一のお札が使われる2024年にはパリオリンピック・パラリンピックが開かれ、世界の注目が高まります。パリ日本文化会館は、日本とフランスという異なる文化が出会い、一緒にサステナブルな未来を生み出す場所を目指して、これからもさまざまな活動を続けていきます。シリーズパート2は、渋沢栄一の精神を受け継ぐ日本企業が取り組む SDGs です。